ゼゴロトコさん、こんばんは。深夜の放送部がお宅でございますけども、本日なんですけども、まあ、年末よりですね、まあ、ちょっとリクエストもありました。長い動画を撮ってみようかなということでやっております。ただ単にですね、1時間、2時間一人で喋るのはしんどいなということで、今回初めてのアシスタントという形で、あの方をお呼びしております。紹介します。うちのポンコツマネージャーです。どうも。あ、どうも、マネージャーです。よろしくお願いします。なんすか、それ。はい、はい。もうちょいなんか気合い入れた方がよかった。夏なんすか、夏。関係ないでしょ、季節は関係ないでしょ、どう考えても。もう一回いい？いや、いいですか、うん、じゃあちょっと振りますよ。うちのマネージャーです、ご紹介します、どうぞ。どうもどうも、マネージャーです、よろしくお願いします、はい、こういう感じでしょ、まあ、僕が悪かったということでまあやっていきましょう。世界が一ポケなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。なんかあれですね、老けました、ちょっとあんまり合わない間にちょっと老けたんじゃないですか。いや、老けてないでしょ、なんかめっちゃ若作りしてるでしょ、このおしゃれパーマといい。おしゃれ、あ、それかけてたんですか、ね、かかってたんですか、ね、テンパかと思ってたのなわけあるか。ネックレスもね、ちょっとラジオでは伝わんないと思うんですけど、なんかね、聖徳太子の札みたいなネックレスつけてるんですよなんで。いやいや、若作りしてるんだよ。どこでそんなの入手するの。いや、モテたいから、全てはモテたいのために。ダークウェブサイトですか、それ。ダークウェブサイトで代引きかなんかで買ったんですよ。ちげえよ普通こうラジオってこう座ってお互いこう向かい合って話すじゃないですか。なんか知らないですけど、この人パソコン用の椅子に座ってマイクを手持ちで持って喋ろうとしてたんですよ、2時間も。加山雄三か加山雄三のディナーショー。あれは俺がミスったね、うん、で僕が、いや座ってもらった方がちょっとやりやすさとかありますよねみたいな言ったら、ごめんなさい、ちょっとアーティスト出ちゃったとか言うんですよ朝ですよ、朝10時ぐらいにそれ言われたら、それは気持ち悪いって言いたかもなりますよ本日なんですけども、ツイッターの方でいろいろと募集しました。でそれがですね、質問といい、まあ、その年末といい、なんかやってほしいこととかですね。であとはですね、名場面集という形で、まあ、どこのシーンが良かったとか、ここのシーン印象に残ってますよとかっていうところも聞いてますんで、まあ、そこも紹介しつつですね、まあ1時間半やっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、でまあ、1年ですけども、まあ、僕らからしたら YouTube 始めて2年目なんですよね。10月にこのチャンネル開設して、ね、うん、このチャンネルはもう2年目入ったかなっていう感じなんですけども、今1年ちょいぐらいですかね、1年2ヶ月ぐらいで登録者57万人という記録なんですけども、どうなん、どうなんどうなんどうなん、そこのとこ。いや、なんかもっとなんかほんわりしすぎじゃないどうなんて、どうなんやろうなと思って。それはそのずっと横でね、見てきた人からしたら、その10月末から始めて1年ちょいでここまで、まあ、その部下といいますか、はい、そうなんです。僕とこのマネージャーって関係、その YouTube 始めてからのマネージャーじゃなくて、その以前の仕事からなんですよね、うん、仕事の上司後輩の関係で、もう今じゃそれがもう逆転しちゃったっていう感じなんですけど、せやな、ほんとせやな。いや、懐かしいですね。僕が19の頃なんで、もう4年前ぐらいになるんですかね。4年前ぐらいで、そうですね、マネージャーが今40、ねえ、30だわ。あ、30、そんな間違えんでしょ30でこの髪型とかはきついよ。いや30でって言わない。40、何を40で、40でこの髪型とネックレスはきついでしょ。そうですね、いや、もう30でも結構しんどいですよ結構遠くから見ても結構キラッと光るんですよ、そのネックレス。いや、そういうの買ったんだよ。あ、そうなんですか、遠くから見てもみたいな。そう。あー、なるほど、そんなのあるんですね。どこにいても俺がわかるようにいい迷惑ですよ、本当にいい迷惑ですよ。いや話進まないから。そうですね、たくさんメッセージ来てますんで、まずそれ読んでいきましょうか。あ、ギリギリですが、お誕生日おめでとうございますということで、そうです、僕は10月25日クリスマス、うん、誕生日でした。23歳になりましたけども、まあこんなとこで言うことじゃないのかもしれないですけど、はい、マネージャーからプレゼントもらってないんですよね、これ。いや、だからこれ言ってるでしょ。どういうこと。いや、だから僕の誕生日もおめでとうもなければ何もなくで、自分の誕生日の3日ぐらい前から、あ、僕もう誕生日っすわ。正直に言いなさいよ、正直に。何が。買う金がなかったあ、マネージャーにも来てます。ゆうさんからですね、入院してほしいということで。はい、もう絶対俺じゃないし、絶対俺じゃない。入院してほしいってそろそろするんだよ、多分。でもあれですね、健康診断とか行った方がいいかもしれないですね、この来年は。あ、来年から、うん、そういうのつける。あ、本当ですか。あ、本当にこれマネージャーに来てます。どんちゃんさんですね、アットマークイミガさんと、アットマークユキリトさん。あ、ユキリトさんの方ですね、はい。愛してるよマネージャー、かっこあんちゃん欲しいって。あ、それは女性の方ですかね。ですかね、ちょっとそこは定かじゃないんですけど。なんかありがたいですね、愛してるよとか。そうですね、なんか最近なんかその多いですよね、マネージャー好きみたいな、マネージャー推しですよみたいな人多いですよね。そう、女の子。そう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 、多いですよ。あと編集のナスビ
くんに対してなすびくんかわいいみたいなのが多いですよ。だから僕は思ってるんですよ、あこれはあれかって、女性のよくある別の人を好き好きっていうのを僕に見せて僕に嫉妬してもらいたいというか、そっちかなっていうふうに思っちゃって、入院してほしいあそういうことだったのかな、これ。ただそういうことだと思う、続けて書いてあったでちょっとですね、まあ質問なんですけど、動画撮ってる中で一番やばいなこれって思ったことは何ですかって、まあ今年1年振り返ってですよね、12月ああ1月1日からってことですね、うん、やばいなこれ、やっぱ一番なんかやばかったって今年ですかね、あれ、あそこですよ、あの警察のやつ、ああ去年ですかね、あれね、もう去年になるんですかね、あれ、あそっかそっか、はい、まあ、ちょっと今出てると思うんですけど某県の、あの警察官の方が、うん、あの暴行で冤罪をね、うん、加えて証拠もなしに検挙しようとした事件なんですけど、それをリスナーさんだったんですよね、その被害者の方が。でそこから話聞いて、まあ、それをちょっと動画にして、まあ、反応を見てっていう感じでやらせていただいたんですけど、あれ僕結果どうなったのかって言ってないんですよね、あれ、うん、言いましょうかこの年末に、うん、もうコンプライアンス的な問題で言わなかったんですけど、今日ちょっと暴露しました、うん、あの後ですね、警察官問題になりまして、うん、クビになりました、はい、2人とも懲戒免職に。あマジ、めったにないらしいですよいや笑い笑い笑うこと笑うことなのか分かんないですけど、まあでもな、ねでもね、まあ、そういうことだったんでしょうね、だから要は、うん、あれでなんか結局なーなーになって再捜査みたいな感じ になったらしくて、うん、まあ、そっからまあ懲戒免職だったのかな、確か処分は行きましたよ、確か。あそうなんだ、処分行きました、はい、いやまあダメですよね普通に考えて、まあまあ普通に考えたらね、そうそうそう、まあ、最近はそういった相談的なのはあんまりこう見れてないんですけど、うん、まあ、来てないっていうのも結構あるんですけど、はい、以前そういうの一件あってね取り上げて、まあ良かったですよね、良、うん、かったですよね本当に嫌ですよね本当、あの冤罪と言いますか、うん、だから僕そういった動画ちょいちょいこう取り上げてますけど、世の中こういうのってまだまだあるんでしょうね。なんか最近もツイッターでなんか書いてありましたもん、なんか前を走ってたバイクがこけたっつって、でその人は車乗ってたらしいんですって、でそのバイクがバーンこけて、まあ、救護をしたらしいんですよ、大丈夫ですかって救急車呼んでって、そしたらあの警察からあの事故を誘発したって言って、はい、処分食らったっつって。マジで、はい、どういうこと、そんなことあんの。いやまあ分かんないですけど、警察の一応ほらレコーダーとか見るはずだと思うんですけど、だからそういうのを見て判断したのかもしれないし、うん、言い分はねそっちの方がツイートされてるのしか見てないですけど、うん、いやそんなでも現実的に考えられないですよね。普通ありがとうございますっていうふうに感謝されるところじゃないですか、うんうんうん、それを事故誘発したって言われてるっていうことで、だから一緒ですよ僕が滑った時と。え、マネージャーに滑りを誘発されたことがありますかね。それはないでしょ。そういうとこありますよ絶対。それはないわ、うん、まあ、今年来年入るということで、いつまで YouTube 続けようと思ってますかっていう、いつまで続けたいですかっていうところなんですけど、どうですかね、いつまで続けたいの。ないっすねそういうのは、何年まで続けようって。正直僕もないんだよ。ですよね、うん、終わりをこう決めることってあんまないですよね。なんかこれここまでやろうかなって、どこまでやれんのかなっていうのはありますけど、うん、あ僕もだから PUBG もう終わってますけど、まだ終わってないですから、ね、僕だから昨日もやったし、ね、人によると思いますその YouTube いつまで続けようかなっていうのは、うん、まあでも年重ねてってなんか若い子がこうすごい出てきて、うん、あもう自分そろそろ終わりだなって思ったらね、すっとやめたいですよね。なんかほら芸能人とかって特にそうですけど、ほら年老いてもずっといたりする人いるじゃないですか、うん、もうテレビランクないみたいな、うんああいう感じにはあんまなりたくないというか、ただそれまでになんかそれなりの路線では行きたいですよね。年重ねるごとに変えていってというか、年相応の動画というか、うん、そういうのは作っていきたいですけどね。まあなんかいつかさ、はい、要はタック TV を切ってくれる若い力がというかニューフェイスが出てくるんじゃない。あー、なるほど、 TV 終わりでしょう。あーなるほどなるほど、そろそろどっか行けよみたいな、そうもないよ、ね、そういう空気と言いますか。そう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 、まだねちょっと自分で言うのもなんですけど、今ちょっとこうちょいちょい YouTuber の方とこう絡ませていただくことが多いじゃないですか。でまだなんか後輩みたいな扱いを受けさせていただくんですよ、やっぱご飯ごちそうしてもらったりとか、うん、頑張ってねって言ってもらったりとか、うん、だからそれが徐々に遠目から見るような存在になっていって、うん、あ楽しそうだなって、こういうことしてるんだこういうことやってんだみたいなのを見ていくようになってきたら、もうそろそろかなっていう風に感じるんですかね。やっぱどっかで多分ね、あこいつに勝てないってやつが出てくると思う。ああなるほどなるほど、だからその言い方、僕が今まだ全然こいつらに勝てるなと思ってるみたいな、常日頃言ってるみたいな言い方になりますよ。常日頃言ってるじゃないですか。何をですか何をですか、わしは誰にも負けんぞ言って
言うてますかそんなこと言ってないじゃあちょっと一旦ですねツイッターの方で募集しましたタッグ TV 名場面集行ってみたいと思います。じゃあ振りをちょっとお願いします。タッグ TV 2018年名場面集まで3、2、1どうぞきっしょあけましておめでとうございます。2018年、今年から新タッグでございます。はい。まあ、ツイッターにてね、募集しておりました。応募ありがとうございました。こんな感じで、つかみバッチリ、お年玉チャリーン。2018年に YouTube 上で起きそうなことをみんなで予言していこうかなと思います。もしそれが当たった時、事件を起こした人にも、俺が先って言っていこうかなと思います。一つ目、ナンバーわいせつ入道復活。もう僕は、蚊帳の外なんで、もう後ろでこう、ただただ見てるだけでね、僕がこう、俺が先って言うとなんかこう、自分がみそぼらしくなっちゃって、もう今日はもういいかなと、もうこのまま、俺が先未来人って信じますか？タイムスリップタイムマシーンマイムマイム。関係ないですね。ほのかさん電撃結婚お相手はバンドマンっていう風に言ったじゃないですか。そしたらあのコメント欄でご本人様からなんでやねんって来てましたね。どないやねんって返しときましたね。これで僕がナタで刺される予言だけは当たりそうですね。まずは登録者15万人ありがとうございます。お察しの通りね本編までが長いですよ。いつもの言ってきましょうか。15万人といえばこちらメカゴジラの体重15万トン。重っ。ちょっとリスナーさんからタレコミが入ったんですけど、デカキンさんがチャンネル登録してますよって欲しがりだな。おばんでーす。おっぱぶじゃねえよやめろお前やめろお前。それでは参りまーす。てめえらの血は何色のなり。一人目唐沢隆弘、別名自称ネットに強い弁護士、孫子ポエマ、長谷川騒動の火付け役、とある長谷川を弁護しようとしたことからいろいろあって殺害予告を100万回以上受けた男。現在はそのネットの知名度をメディアにまで利用され、テレビ出演するなど多忙な日々を過ごしているということですね。完全にメディアも食い物にしてますからね。国民を騙しても僕は騙せませんよ。言いたいことも言えない、こんな世の中じゃポイズン屋でほんまに。本日2018年1月26日大物YouTuber シャムゲーム完全復活です。おめでとうございます。詳細です。本日17時頃ツイッターにてシャムさんの代理と名乗る者が登場。そこから肉声と思われる動画も YouTube 上に公開。完全に本人と思われる映像が公開されました。どうぞ。撮ってる？はい。お久しぶりでーす。おもんでーす。なんか一言あの今仕込み支援活動してますんでよろしくお願いします。はい、こちら完全に本人でございます。レベル100シリーズレベルは生きり、絶対に生きるな、何があっても生きるな、相手が生きても生きるな、メリットなんて一つもない、カバンも丁寧にリュックにはするな、生きてくるぶしソックスは履くな、白縁のメガネはかけるな、ガムは捨てる。お久しぶりですね。あえてここは敬語を使わせていただきますよ。俺が先だこの野郎。俺が先レイジビヨンド。オープニングと責任取るんじゃバカ誰が。登録者20万人ありがとうございます。イエー、登録者20万人といえばこちら、誰かに殺される確率20万分の1。よーし俺を殺せ。さらにこちら、俺の貯金額20万円。知らん。さらにはこちら、1999年にグレイが開催したライブの動員数20万人。はい、こん中に俺もいた。嘘。おーたた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 た、終わった。お前はもう死んでいる。うるせえね。本日なんですけども、巷では話題になっていますがね、あの加山雄三のディナーショーぐらいで盛り上がりにかけているんで取り上げてみようかなと思い動画にしました。ブロッケンジュニア、間違えた、あのジャニーズジュニア。たまには喧嘩に負けてこい。こちら福岡県民全員歌える歌なんですけども、よくよく考えると歌も危なっかしいですよね。にわかせんぺい言うて食ったこと一回もない。大ピーは広げてパイを使いでね、あのイヤホンない人は死にましたけどもね。ほんブログで炎上するんだぴょーん。ぴょーん言うてる場合ちゃうぞ、ほんまに言うておりますけどね。昔のもホームスマジかわいい、あそこが騒ぐ。まずは皆様登録者21万人ありがとうございます。21世紀少年ですね。友達、そんなこと置いといていつもの言ってみましょうか。登録者21万人といえばこちら、21歳。もちろん俺ら抵抗するで、おぶしで。まずはご迷惑をおかけしたウーム関係者様、そして YouTuber の方々、大変申し訳ございませんでした。怒った？怒ってないよ。怒った？怒ってないよ。怒った？怒ってないよ。にしても大谷選手スイングすごいよな。大谷スイング、大スイング、大スイング、オープニング。それでは、お
ざーす。シャムさんが人気な理由の決定的なものですね。多分まだ出ていないものだと思います。まだ皆さんソウルナンバーって知ってますか？何かというと、生年月日から運命数というものを出して、その人の特徴、性格が分かるというね、半ば占いのようなものなんですが、これが数年前かなり当たっていると話題になりました。簡単にやり方の方を説明しますと、僕の場合1995年12月25日生まれなので、これを分解して足します。1たす9たす9たす5たす1たす2たす2たす5、この答えが34が出てきます。さらにこの答えを1桁になるまで足します。そうすると3たす4なので7が出てきますね。なのでソウルナンバーは7ということになります。ざっくり7番の特徴、お調子者でムードメーカー気質ですが、それとは裏腹にとても感受性が強く傷つきやすいと。当たってるんですね。生放送へくって3日へこみますからね。芸能人で言えばキムタク、ちょい待ってよってことで、で他の数字もねこんな感じでたくさんあるんで、よかったらやってほしいんですけども、そんなことはどうでもよくて、こっからが本題なんですが、あのシャムさんのソウルナンバーを出しますと、1984年3月4日生まれなので、1たす9たす8たす4たす3たす4で29が出てきます。そして2たす9をすると11という数字。ここでさっきね、1桁になるまでと言ったんですが、ごく稀にゾロ目になる人がいます。これはマスターナンバーと呼ばれ、まさにシャムさんはマスターナンバーの持ち主です。マスターナンバー特徴としては、人よりも夢のスケールが大きい、常人には理解できない奇人変人と呼ばれることがあると。全く当たっていますね。シャムさんの夢おさらいなんですが、 YouTube ドリームですよね。さらに変人です。常人には理解できません。そしてこの11のマスターナンバーは特に珍しくて、その一番の特徴が強運の持ち主です。それがシャムさん11でございます。芸能人で言えば三輪明宏、おつぎとピーコ、細木和子とね、なんとなく似たような人たちが集まっていますよね。ここに浜崎純平も入ってくると。そしてすごいのがその特徴、鋭すぎる感性、直感で動くので、理由を聞かれても自分でもわからない異常なまでの純粋さと、全てシャムさんなんですね。またさらにすごいのがその短所、周囲を効率化するような発言が多い、全力で自分の領域を守るため、実力不足の相手とは距離を置くと。これはあの伝説のなんで年下とコラボしなきゃあかんのやってことですよって。明日がやばいだで。文人 TV のボロ屋敷の開け方7選、こんにちは、タックです。今回は仮想 YouTuber 文人さんのボロ屋敷の扉の開け方を7つ紹介します。ソロ開け、大迫力ですね。ダブル開け、素早いですね。パントマイム開け、崩れそうですね。はい、というわけでご覧いただきました。まあ、たくさんいろんなことありました ね、 あったね。いや、すごいですね。これ動画作ってる時間換算すると、もうどれぐらいになるんですかね。累計で結構上げてるんで、もう4ヶ月ぐらい埋まるんじゃないですか。作ってる時間で言えば、尺は3分ですけどね。結構かかりますからね、あの動画作るので。1日8時間以上は絶対かかってる。そうですよね。原稿全部合わせ、そうそう、原稿を作って、そう、動画の作る流れとしては原稿を作って、あの吹き込んで編集してという感じなんですけど、今はね、ほんと編集君がいるんで、その編集君にやってもらってるんですけど、それでもやっぱ時間かかってますもんね、やっぱり。まあ、そのストックが中止できるようになったっていうのはすごいんですけど、あのだから編集も時間かかるから、編集君がストック作れないですよ。そうそうそうどうしようか。だからね、あのでもね、俺ね、一個気づいたんだけど、はい、編集でね、はい、ストックを作りますっていうやん。はい、で3本ぐらい作るやん。はい、たら3日分の体力使うにあんまり意味がないっていうの。そう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 、結局2日ぐらい寝込むんですよ。そう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 。その後みんな食ったりしそうや。そう、知恵熱でるから。徐々にですけど、そういったとこも変えていかないといけないのかもしれないですね。なんかそうやね、そう、作りやすいというか、自分が作っててもっとこう、楽じゃないですけど、ねえ、もっとこう面白いところをこう突き詰めていかないといけないですね。あとはあの募集で、あの名場面集にも結構ちょいちょい来てたんですけど、年末年始修羅の国あるあるお願いしますって、こう修羅の国に関しての多かったですね。結構取り上げましたよね、今年。福岡取り上げたくさんありましたね。福岡も結構なんか、福岡渋滞の時期ありましたっけ。あの穴が開いた後なんかありましたよね、福岡ね。アパマーショップ横のあのほら穴が、博多駅前ででっかい穴開いたじゃないですか。だからなんか福岡なんかありましたよね。何でしたっけあれ。なんかがぶっ壊れましたよね。何でしたっけあれ。ぶっ壊れた。何でしたっけ。なんかがあったんですよ、公共のものが。ちょっと忘れちゃったんですけど。あ、あれもありました。福岡タワーかなんかで火災ありましたよね。あ、あったね。ありましたよね。なんでビル燃えんのあれ。あんな高いとこからどうやって火が出るのあれ。なんなんやろうね。うん、な、飲食店とか入ってんじゃない多分。ああ、なんか入ってましたね、バーみたいな。でもあんま火使わないと思いますけど、あんな高いとこ。はしご車もさすがに登れないでしょ、そこ。どうやって消すんっていう感じですよね。
でまあ福岡といえばなんですけども、僕まあ来てました。あごめんなさい、さっき紹介してなかったな、ゆうぞうさんからでした。あの修羅の国あるある、うん、でそれに関連するんですけど、あありましたありました、シルクさんあれじゃないですよ、その反応すんのやめてもらっていいですか。いやしてないですよ、やめてください。一切してないですよ、はい、いや飛ばすわけないでしょ。やめてください、イライラすんな。いやしてないですよ、空気悪いです。いやだからしてないですよ。シルクさん、一番好きだったのは石炭靴前夜総集編でございます。後から流しましょう。で一番今年印象深かったのは朝ですさんでしょうかと。久しぶりに朝ですさんを全部録画してタッカさんの部分だけを何度も動画テレビで見比べていた記憶があります。もうこれ意味あんのかね、動画とテレビで見比べて。あまあまあでもテレビのやっぱ編集違うもん。あ上手でしたね、うん、そうここ今、まあ、事務所にいるんですけど、ここで撮ったんですよ朝ですさん、うん、福岡の朝の報道番組が、YouTuber 紹介ということで僕の方に来てくれて動画撮りましたね。懐かしいですね、ちょっと懐かしい、ね、最近ですけどね、結構前のように感じますね、うん、楽しかったですね。初テレビで来てたんですけど、多分特殊だったんですよね、ちょっとローカルだから、うん、九州だからチームみたいな感じで来てくださって、5人か、そうそう5人来ましたね、うん、この狭いところに5人もパンパンで、そうで あそこから握手フェイントですよ、握手フェイント女。いや本当に皆さんいい人でね、テレビ、まあ、勝手になんか無断停止されてましたので、よかったら見てください。そっちもよかったら見てください、はい。いやその時初めてですね、僕が動画撮る時に人を部屋に入れたのって言いますか。あ、まあそうやね、そう僕基本なんかその集中がちょっとでも途切れたくないってことで入れないんですけど、その時初めて横にねいらっしゃる状態で撮らせていただいて、でねそれちゃんとあれでしたね、できてましたね。できてた、ね、できて上手ですね、テレビの編集も、うん、うまい。そうでもやっぱ言われたのがコンプライアンス的なもので流せるところが流せないところが多すぎるって言われましたね。やっぱそうなんだって思いましたね、どこまでいけんのか。あでもそうなんですよ、あれまだテレビの人気づいてなくてこの動画で知ることになると思うんですけど、うん、朝ですに、うん、陰部が登場しちゃったっていう。いや登場しちゃったね、陰部が。いやあそこただのフリー素材の動物と思って使っちゃったっていう。まんまとハマり寄ったと思いましたもんね。へへへって、いやワンチャン出すかなって、ワンチャン出すんじゃないかな。あね、出してました。出た。でもそれを僕が公にして言うとちょっとまずいかなと思って言わなかったんですけど、うん、はい、また来年ね、ちょっともしかしたら一緒になんかお仕事させていただくかもしれないっていう感じなんでね。そうだね、そうちょっと期待してますんで、うん、僕ももしかしたら豪華なラジオ出れるかもしれないんで、ですよね。逆にみんなが聞きたいのかなと思う。あーいやいや、それじゃ僕がしたいってだけです。はい僕がしたい。あー誰も聞いてなくても喋りたい。そうもうずっと言うたら動画流す前まではずっと独り言ですからね、ずっと。ずっと一人で喋ってると思うんですから。はい、改めて自己紹介してくださいってゆい太郎さんから来てますね。平成最後だし改めて自己紹介、来年の抱負と過去のモノマネベスト集と、ミヒタンへ告白ということで、どうしましょうかね。じゃあちょっとここでですね、過去のモノマネベスト集ということでまた、総集編、流していきたいと思います。一旦動画流します、どうぞ。さよなら、さよなら、さよなら、開幕いつくくんおざーす言うとります。春は揚げぽよ言うとりますけども、早速なんですが YouTube の急上昇もう良くないですか。あれしつこさで言うとねるねるねるね。一つ目パッキャオ、あー TOKIO 山口 YouTuber デビュー、はるはるきんきんはるきん TV、 どうもそがりきん TV と一緒に炎上したことがありますはるきん TV です。全部誰やねんっていうね、過去のボケの使い回しね。おー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 、まだがすかる広い、皆さん、こんにちは。あ、正規品 TV の、ぐんぐんぐるんぐ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 ん、正規品です。あー、今日はこちら、パロードローン国内正規品ですね。こちら軽さと性能が高い、すごくいい商品なんですが、お値段も雪チキン1枚で足りるというね、業務用でもね、お手軽なフライヤー、フライヤー関係ないわ、になっておりますね。国外正規品はね、値段もぐっと下がりますがね、素材等も劣る可能性がありますんで、ぜひ様を炎上したい方は正規品をおすすめします。それでは皆さんまたお会いしましょう。See you next time。やりますね。この夏、あの男が帰ってくる。興行収入810億円、全世界を涙で洪水にした男。くだらないんすよね。こう作ってて何作ってんだろう俺ってなりましたけどね。いつかフル作りましょう。オーピー。水溜りボンドさん、福岡来てらっしゃったんですね。水溜りボンドさん、
心霊スポット犬鳴きトンネル行ったんですってね。呼ばれてない。ちょっと待ってくださいよ。福岡来たら福岡自称観光大使の俺呼べよ。福岡で帰りの飛行機取れなかった。1日空いたな。じゃあ心霊スポット行こうか。誰か詳しい人いたっけな。タック TV じゃね。これですやん。で帰りは犬鳴きを抜けて筑豊地区行って手榴弾見つけるまで帰れまてんしますやん。なんで来てる鉄道が配信な消えたな。復活したな。じゃあ来てる鉄道が配信な呼ぼうかってなるのに、これまだ根に持ってるんですけど。福岡行こうぜ、タック TV 呼ぼうぜってならへんのかい。雰囲気的にも言っときますけど俺が先だから。あ、でもね、福岡に来てくださってありがとうございました。楽しんでいただけましたか。次は連絡待ってます。 And I love you so。 まずは皆様登録者25万人ありがとうございます。50万人への折り返しにやってきたよって言うとります。いつもの言っておくんなさい。登録者25万人といえばこちら、瀬戸さんのハードディスクの値段高いだろう、いいだろう、的場工事の豪腕。皆さんしかし朝起きると昨日の動画投稿ツイートがこうなっておりました。こちら、カンタ水溜りボンドさんがいいねフォローしました。それでは聞いてください。3ヶ月ぶりのニューシングルキャンタライフ。いつもキャンタくんありがとう。僕は何もできないけど、何かあるたびにいつも僕に構わってくれてる。都市伝説を先にやり始めたのも君さ。なのに俺が先とか俺を呼べとかごめんね。だけど立場的に僕のこと声を大にして名前呼べない。なのに動画の中朝方のいいね涙が出た。いつもキャンタ君ありがとう。僕は何もできないけど、何かあるたびにいつも僕を気にかけてくれる。それではね、皆さん一緒に歌っていきたいと思います。声出していきましょう。いつもキャンタ君ありがとう。僕は何もできないけど、何かあるたびにいつも僕に構わってくれてる。次ちょっと英語入りますよ、いきますよ。 I want you, I need you, I love you。 ガンガン溢れる愛しさ。 I feel, I touch you, I hold you。 どんどん大きくなってく。だけどこれだけ一つ言いたいこと、今言うべきじゃないのかもしれない。だけど心が叫びたがる。行くよ言うよ来て。トゥミー君は何している？僕のこと少し苦手。なんでキャンタ君はフォロワー？なんか逆に怖くなる。なんて冗談を挟む昼下がりのティータイムですよ。最後飛ばしますよ。いつもキャンタ君ありがとう。心から感謝。水たまりトップ YouTuber 今ここにあり。イエーイ。最後になりますが、登録者25万人本当にありがとうございます。そしてその節目に嬉しい出来事がありました。幸せです。あと最後の一つだけ、もうこれは無理だったらもういいんですが、元気先生にも会いたいなっていう。じゃあな、おやすみ。昨日大人気読者モデルのリューチェルさんなんですが、自身をネットで検索した際の画像についてツイッターでコメントをしたことが話題になっております。それがですね、今現在検索でリューチェルと検索するとこのようになります。こちら、さあ親父の顔より見た男野獣先輩ですね。まあ、こちら高度な技術によってリューチェルさんがね、野獣先輩になっておりますね。これが21日にツイートで話題になっていたんですが、昨日本人に変更していることがバレて、こちらねえ嘘これ僕なのとですね、悲しみを訴えるツイートをしたというわけなんですが、リューチェルさんじゃないですね。さらにその後すぐにツイート、こちら、ねえ僕ああいう顔してる時あったとね、本気で自分の顔なんじゃないかと思ってるっていうね。違いますよ、これリューチェルさんじゃないですよ。で、何がひどいかと言いますと、そのツイートのリプランがありますねで埋め尽くされているという、今の巣窟になってるっていう悲惨な状況でした。どうもー、久しぶりぶりあっためりあっため、満を持して登場しました、天の声じゃんけん大会女子のランク山里でーす。てめえらの血は何色の何。はい、とね、お久しぶりですけどもね、ずっと言いたかったんでね、もう天の声だけにスッキリしましたってね、終わったらよろしいようで、あとタレコミが入ってます。タックさん、野球の記事で使われてますよ、こちら。俺が先、いや、俺が先。俺が先、お前後だから。意外にしろよ、ほんとに。OP の音。
一夜で、まずはうちが準レギュラーのタック TV の登録者26万人、ほんまありがとな。26万人といえばこれやで、ベトナム人の日本在留26万人、むっちゃ住んでるんやけど、うちは日本から嫌われてるからベトナムに行きたいぐらいあるんやけど、さらにこれやで、廃車になった俺の車の買い取り金額やで、これむっちゃ相手が悪いっていうことで廃車かわいそうやけど、うちのメンタルも廃車寸前で、誰か心のエンジン回して。26万人感謝でございます。それでは行きましょう。 OP に行く前に、うちのこのお母さんなんですが、ついにあの ABEX からアーティストデビューすることが決定いたしました。幼少からの夢が叶い、黄色い声援の中泣きながらデビュー曲、まかないだけは食ってか、あ失礼しました、いらないものはいらないんだ歌い上げ、会場は大きな盛り上がりを見せたということなんですが、皆さん速報でございます。今ネットであの始発寄りの終点、ゼロ寄りの位置、ネット界の箸休めこと瞬殺のコルバルト君が復活したぞということで騒動になってます。まずざっくりと知らない人のためにも一応紹介です。瞬殺のコルバルト、数年前 YouTube にてアンチに恐れずカモンカモンと偽の学校名を公開するが、本当に自分の住所を特定されてしまい、アンチに耐えられなくなりましたと言って帰宅されていた小学生ですね。トレードマークは青の1400円くらいのヘッドホンですね。攻撃力だけにステータスが全振りされたネットの恐怖を体現する YouTuber の鏡の彼なんですが、あと数年の月日を経て復活したぞと話題になっております。その問題の動画がこちら。みんなお日さん、あのね、なんか僕のチャンネルね、カナトっていう人から乗っ取られちゃったみたいなの。うわー残念、うわー僕のこと待ってたでしょ、僕復活したからね、よろぴくねはい、相変わらずの音割れですね。そして3日前に新たな動画を投稿、こちら。質問コーナー、質問コーナー、悪夢再来ですね。イエーイ、やったぜ。まあ、一発目ちょっと個人的ニュースなんですけど、PDR さんの動画に出演しました。あのコルバルト君復活動画で先に挙げられたって名前呼んでいただきましたけども、俺が先、大物だろうと俺が先、久しぶりに言いましたけどもね、あのリンクの方を貼らせていただいてますんで、ぜひね出演動画見てみてください。ゆかり飲んでなくない、ゆかり飲んでなくない、ゆかり飲んでなくない、もう行きましょう早く。1人目、この世の終わりみたいなインスタの投稿、別名敗戦国の末路。こちら大学の飲み会の様子がインスタにアップ、その下品すぎる投稿がツイッターに転載され、山火事のごとく炎上拡散。汚すぎるコール、隠しきれない陰キャ、飲み干せないゆかり、そして友達選びを間違えたメガネ姉貴、まさに現代の風刺画とも言える作品。後のゆゆうた兄貴のメジャーデビュー曲になるとは誰も予想しなかったということでね、こちら未だに見たくなる中毒性ありますよね。ハンソン・ゴンダー、この肖像の体から出ていけ。 OPOPOP 出て。皆さん暑いですね。世間はもちろん、ナット YouTube 界もナット彩き始めた動画たち YouTuber ランキングのお時間です。というわけでリスナーさんからリクエストがありました。タクさん、個人的に面白いと思う YouTuber の方を部門ごとにランキングしてくださいと。でも言うてですよ、こう僕みたいな人がねランキング付けをするっていうのはこう非常におこがましいと言いますか。でもね、ランクインした YouTuber さんとこう何かしらのコネクションができて、こう夏コラボできちゃったりなんかしたりとかね、あるかもしれないですよね。あ、気が変わった、やろう。発表でございます。実写部門第1位はアンタ君。やっぱりこう絶妙な、まあはっきりとしたボケ、たまに出る天然見事実写部門第1位はキャンタ君です。おめでとう。ちなみに第4位にはブライアンさん、89位に文治さんです。続きまして実況者部門でございます。ゲーム実況者のことを主に選んでおります。第3位、ブライアンゲーム。はい、実況者ではないんですが、トークモノマネがえぐい。こんなに長い動画でも見れると言いますか、テレビの番組よりも画面に釘付けになりますね。3位でございます。続きまして第2位は庄司さん。はい、というわけでこちらフォートナイトの実況なんかやられてる方です。リスナーさんを絡めた企画に特徴的な笑い声、毎日見てしまう中毒性というものがありますね。なんかやってないゲーム見ても面白いと思わせる天才だと思いますね。見事2位でございます。では実況者部門第1位はキャンタ君のツボ男実況。これはなんかツボ男のコスプレをしてけなげに頑張る姿を見てるとね、気づいたらこう笑みがこぼれてましたね。そのツボで救ってほしいっつってね、見事2冠でございます。はい、というわけでご覧いただきました。あの夏とかね、たくさんありましたね。夏休みすごかったですね。ちょっとあの1年の年表みたいな、年号表みたいな作ってくださいみたいなあったんで、ちょっと今年1年の YouTube 界のことについて少し話しますか。じゃあ、あ、 YouTube 界ね。そうですね、もう今年1年はもう都市伝説が流行りましたね。これしつこく言ってるんですけど、流行ったね。もうだって YouTube に規制までが入りましたもんね。都市伝説陰謀論に関する規制みたいな、まあ、結局あれ何か来てないんですけど、全然何も変わってない、ね、でもあの本当これだけは言えるのは、都市伝説系はほとんど広告がつかないというのはちょっとネックですよね。うん、ほとんどつかないんですよあれ。で、あ都市伝説系がかなり増えて、あと、まあ、すごい伸びたなっていうので言えば、一緒ぐらいで直木マンションさん、うん、直木マン
すごい人気になりましたね、直樹マンも。面白いの？うん、面白い。もうずっと言ってますけど、直樹マンさんは面白いですね、本当に。面白い。はい。でもそろそろコラボしたいですよね。嫌なんじゃない？何が？何嫌だって。ないでしょ。真面目に喋ってくれんけんなみたいな。ああ、なるほど。確かになんかそういうとこありそうですね。ちょっとこのポリシーと言いますか、俺の都市伝説はもう冗談だぜみたいな、一級品だぜ、お前らみたいなワッパとはちょっとわけが違うぜみたいなところはちょっとありそうですよね。いやいや、そういうのも含めですよ。だから僕やりたいことがあるんですよ、来年。あの都市伝説系の方ってもうある程度こう決まってきてるじゃないですか、例えばですけど馬面さんとか、直樹マンショーさん、そして僕と、ミルクティーのみたいさんもそうですね。あと宇宙人チャンネルさんとかいらっしゃるじゃないですか。でその中で、まあ、ちょっと人数がちょっと多いでどうなるか分かんないですけど、都市伝説クイズ、都市伝説を一番知るのは誰かみたいな。あー、なるほどね。だからその都市伝説の概要みたいなの話で、この都市伝説のタイトルというかその名前は何でしょうみたいな、そのキャラクターとかそういうの何でしょうみたいな、この事件、有名な陰謀論のこの事件何の事件でしょうみたいな、これで誰が一番詳しいのかっていうのをやりたいですね。だからそこで僕がみんなをボコボコにするっていう映画欲しいですね。僕結構自信ありますもん。いや多分ね、はい、ドベだと思うよ。いやまあそうっすね、で僕週一で言ったんですよ、行きたくせえんですとかジャケット言ってるだけで、あの方たちは毎日今年ずつ調べに調べ上げてますからね、それはありますよね。ああでもね、来年また難しくなるでしょ、都市伝説もそろそろこう少なくなってきて、またどっかで新しいねジャンル的なもの僕もねやっていかないといけないなと思いますね。じゃあぜひ皆さん都市伝説系の方にね今言っておきましょう。あ、そうなんですよ、ベーコンさんいらっしゃるじゃないですか、ウマヅラビデオの、どうすよ、ミスタージンキーズその方からあのお祝いのメッセージいただきました25日ね。よかったら 関さんコラボしましょうって言ったら、はい、関田くずやんさんもって謎の会話が繰り広げられてました、ね、どっちも関どっちも偽物って。そう、どっちも本物いないですから、オリジナルまだ出てきてないですからね。オリジナル誰も出会えてないです。ここまで YouTube 界で途中ずつ流行ったのに本物出てこない。そう、面白いですよね、全部オマージュがやってますから、ね、やりたいっすね、面白そうだね、語りたいですねこれ、うん、いやぜひぜひ来年の一つ目標として入れておきましょう。じゃあはい、じゃあちょっと都市伝説系の総集編、まとめをちょっと一気に流したいと思います。じゃあちょっとマネージャー、あ、僕振りましょう。じゃあ僕振りますね。はい、それでは2018年新たな時代の幕開けを起こした都市伝説、その総集編を一気にどぞたくすぜやん。ふえトリタクスヤン、どうも皆さんこんばんは、分け目の分け方 100% 関タクスゼアンです。話していきたくすゼアン、どうしても出しゃばりたくすゼアン。インド洋の陰謀に渦巻かせたろうか、関タクスゼアンです。どうも皆さんこんばんは、チップを入れてからメディアに一切出なくなった男、関タクスゼアンです。急ですが石川県には観光客を増やすためにとあるサービスが実施されているよね。いいね、そのサービスとは何でしょう。正解はみんなで飛ばそう、フリー Wi-Fi in 金沢。ここに来てまさかのベタボケタクスゼアン、よーし、オープニングイライザー。アメリカに着いた途端異常なテンションになり、急にぶっ飛んだ都市伝説を語り出すミスター都市伝説関明夫。今回の都市伝説、舞台はアメリカ、超高度テクノロジーが作り出すニューワールドオーダーがここから始まるのです。来たねアメリカ、大統領選ぶりだよね。んでさ、いきなりなんだけど1万円札がなくなるって知ってた？どうも皆さんこんばんは、関と同じ人間です、関タクスゼアンです。どうも皆さんこんばんは、1週間ブリーフリーメイソン、関タクスゼアンです。どうも皆さんこんばんは、関への気持ちは 100% 関タクスゼアンです。やばいね、マジで来たね、マジでビンビン感じるよねこれね、関タクスゼアンです。ゼアン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 、関タクスゼアンです。関
石炭すぜやんです。へぇー。私、綺麗これでも、いつの間、石炭すぜやんです。どうも皆さんこんばんは、石をよく知る人物、石炭すぜやんです。どうも皆さんこんばんは、石と脳を交換された男、石炭すぜやんです。なんとこの度、リスナー様より石明夫が熱唱している映像が発掘されました。リンクを貼っておきますので、ぜひ見てたくすぜやん。普通の女と思っていたけど、ラブそうじゃないよ。見比べたくす。どうも皆さんこんばんは。カモンベイビーゼアン。正直みんな飽きてる。セキタクスゼアンです。お久しぶりフリーベースのタクスゼアンの生みの親。フルアーマーセキタクスゼアンです。完全に石不足なんだよね、これね。これで死んだらもうオカルトじゃないんだよ。パンドラの箱は開いちゃったの。ご覧いただきタクスゼアン。俺がようやく流行りタクスゼアン。セキタクスゼアン。どうも皆さんこんばんは。臨時放送からお届け中、石炭すぜやん。お話ししていきたくすぜやん。ウィキペディアをいじくるのだけはやめてくれる？面白いですよね。ねえ石炭すぜやん、元気？え、何か一言。舐めすぎて口に減る。どうも皆さんこんばんは。ねえ、うし、とら、う、たつ、み、せき、あきよ、石炭すぜやんです。本日は約9年前に投稿された動画、 I feel fantastic、 通称とっても気分がいいわん。ネット突然説の先駆けとも言えるでしょう。そんな突如として投稿された女、そして不気味に映り込む風景についてお話ししていきたくすぜやん。 Wow I feel fantastic baby dance。 ジアマリなんとこちらのプラチナシャープ、今なら820カラットのダイヤモンドをお付けして8100円、送料合わせてなんと7億飛んで200円。この価格気持ち、あれこれ映ってる、あれこれ映ってんの、あ、始まってんの、行くよ行くよ、あれ行くよ行くよ。どうも皆さんこんばんは。電波をジャックしてお届け、石炭すぜやんで、あれちょっと BGM 入ってないや、もう一回、え、もう一回、ちょ、あのジャックを電波して皆さん石炭すぜやんです。もうぐちゃぐちゃだよこれ。本日の舞台はアメリカ、時は1987年。セキュリティをいとも簡単に破り、未解決のまま幕を閉じたマックスヘッドルーム事件。放送信号を割り込み、突如として流れた映像は大きな話題になりました。なぜこんなことが起きたのか、その真相についてお話ししていきたくすぜやん。あれ切った、あ、もう終わってるよ、もう終わってる。あっと、今のは、え、ただいま映像が乱れましたけども、ゲームオーバー。石炭すぜやんです。来たねー、オレゴン州ポートランド。ここで昔とあるゲームが話題になったんだよね。もう行っちゃうよ。これが何かって、アーケードゲームポリビウスでお話ししていきたくすぜやん。ピシュン、ブル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 。ああ、苦しい、死ぬタクスゼアンするかと思ったよねってこと。改めまして、石炭すぜやんです。本日は私たちの生活には欠かすことのできない水、通称ロレー。それをいいことに水素水など意味不明なものを売ろうとしてくる輩もいるよね、クソが。ほっ、ああ、石炭すぜやん、石炭すアボリジニフリーメイソンイルミナティで就活、石炭すぜやんです。どうも皆さんこんばんは。あなた、石石石石石石メイソン、鮮やかな石石石石メイソン、踊るまま石石石炭すぜやんです。本日は皆さん一度触ったことがあるでしょう、缶ジュース、またの名を缶。そんな缶ジュースの揚げ口がプルタブになった本当の理由についてお話ししていきたくすぜやん。アンドロイド、うん、イカちゃん、ヘイシリー、結婚してください。ありがとうございます。でも、何か他にお手伝いできることはありませんか？なんだこの女。ゼイヤン、エクスペクトパトローゼイヤン。あれはナイザクスゼイヤン。言いたいだけゼイヤン。豪華すぎるんだよねってこと。テクタクスゼイヤンです。真相についてお話ししていきタクスゼイヤン。これ完全に人任せメイソンだよね。アキオちゃんだよ。2018年秋スペシャル、秋の漢字とアキオがかかってるってこと。え、それでは皆様をアキオの世界に招待していきたいくすぜーやー。痛いな。
な今すぐその角から連れ出してきてアボリジニ。はい、というわけでご覧いただきましたけども、よくよくこう見ていくと最初の方のテンションと後のテンションちょっと違うんですよね。違う。最初はどうも皆さんこんばんは、関タクスゼアンですみたいな感じになったんですけどもう今じゃどうも皆さん、もう誇張に誇張がさでもこれ割とみんなできると思うんですよね、モノマネ。やってみてください、関タクスゼアン。どうも皆さんこんにちは、関タクスゼアンです。あれでしょ、注射打った音じゃさんじゃないですけど注射打った、できないからできないから。おすいませんでした。難しいですか。難しいよ。あ、本当ですか。フェぐらいできる。フェフェ。あ、できてます。さすがさすが。こんなんでいいの。できてますね。すっごいです。じゃあ関タクスゼアンいいんですよこれ、ずっとやっちゃうから。でですね、でじゃあちょっと今年1年起きた、まあ動画にもしたんですけど、1年の炎上というか YouTube のこう話題になった出来事ですよね。印象深かったの最近で言ってまだ取り上げてはないんですけど、さっき名前も出たんですけど、音じゃさん兄じゃさんのですね、本田翼さんとのコラボが実現されましたね。あ、そう、それで結構なんかバーって荒れたみたいで。荒れたの。荒れたらしいですよ。なんで。いやだから嫉妬じゃないですかね。何コラボしてんだよみたいな、ふざけんなみたいな、荒れたらしいですよね。えいいやんね。いいじゃないですかね、うん、なんでダメなんですかね、あれ。分かんない。そういうことするからちょっとこうダメると言いますか。まあでも子供が多いですから仕方ないですよね、うん、子供が、うん、普通にいいと思うんだけどね。ね、うん、盛り上がるじゃないですかね、面白くてね、うん、でもなんで僕できないですか。それはちょっとムカつきます。いやそれは無理でしょ。なんでお父さん谷さんができて僕ができないですか。やってくださいよ、僕と格が違うから。リアルデッドバイデイライト僕追いかけるんで。あのサバゲーのステージみたいなとこじゃないですか、マップが。僕追いかけるんで。リアルデッドバイデイライト絶対捕まえるよ。死に物狂いで走る渡っても追いかけますね僕。だからこんなこと言うからダメなんですよ、ね、自分から嫌われにいってるとこありますから、これダメですよ。ダメだね。ああ、じゃあちょっと今年1年、起きた出来事他に何かありますかね。あとめぐりんさんとかありました。ああ大変ですね。大変だね。ああ、いや組織としてやっていくって難しいですよ、うん、これ難しい。ああ、本当僕もそうですけど、僕も結構ね、まあ、直さないといけないなっていうのはあるんですけど、編集君に結構怒っちゃうんですよ、うん、わーってお前ってこんな言い方しないですけど、うん、お前とか言わないですけど、はあ、結構言っちゃうんでね、そこはちょっと気をつけないといけないですね。来年はもっとこう効率というか、もっとそういう最先端の教育っていうのをしていかないといけないですよね。まだ古いんでしょうね。あ、どうなんだろうな。でもね、どっちかといえばさ新しい方だと思うんだけどね。そうですかね。あんまり言わないっていう、何にも。ああ、まあまあまあ、うん、まあ普通のね、まあ、YouTuber って自由な職業ですからね、そこまで縛ったりするのは良くないとは思ってますけど、うん、そう、時間とか決めちゃうと嫌だなっていうのはやっぱありますけどね、うん、でもまあちょっとちょいちょい変えていかないと、ある程度のこうラインは引かないといけないのかなっていうところですね、うん、だからそのラインを超えちゃってなあなあになっちゃって、もう本人ももういいやってなっちゃうと、ああいう感じになっちゃうのかなと思いますよね。うん、だからどっかでこう常日頃じゃないですけど、月1ぐらいはそういうことを言っていった方がいいのかなっていう感じですね。難しいですね。まあ、来年はもっと質を上げれるような動画をね作れるように僕も頑張っていきますんでね、よろしくお願いします。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあちょっとこっち呼んでいきましょうか。佐藤さん、あんちゃんの好きなところありますかっていうことですけど、もうないんで次行きましょうか。さらーっといくね。さらーっといくやん。C と言いますとですね、な、どこでもついてきてくれるところですかね、ちゃんとそのマネジメントといいますか、うん、任せはしてくれるんですけど、一応こうサポートといいますか、いつもサポートできるようにスタンバってくれてるところはすごい嬉しいかなって、心強いなって僕思いますね。何かあった時に、そう、何かあった時にすごいやってくれるんですよ。だから何もない時はもっと何もない人なんですよ。だってパチンコしてるからね。そうね、うん、全然、いや、そうねって言ったら本当みたいになるよ。そうねとか言ったら。これね、ちょっと選ばせていただいた理由があるんですけど、うん、ヤズさん、ウェルダースおじさんのネタやってくださいって、僕も好きなんですよ。あー、なんかあの、あ、雨の、雨の、雨のやつか、雨のじいさんのやつ。なんか、やっぱりあなたも特別な存在みたいな。そうそうそう、私がくれたのはチンフィでしたみたいなやつ。やばい。流れるかな、ちょっと流れるか分かんないですけど、ちょっと一応振ってきましょう。ちょっとこちらです。私のおじいさんがくれた初めてのチンフィは、それはレイディオタックで、私は4歳でした。話が上手でとてもチンフィで、こんなチンフィをもらえる私はきっと特別な存在などだと感じました。今では私がおじいさん、孫にあげるのはもちろんレイディオタック、なぜなら彼もまた特別な存在だからです。ウェルダース
俺が先。やかましい。これ好きなんですよ。はい。やっぱりチンペなんだなと思いました。あれ結構長いのに面白い。なかなかないですよ、ああいうの。はい。じゃあ、あと、ノンさんから来てました。これ、来年の動画に関わってくるかもしれないですね。いつもの挨拶のおまんたちを必ず動画に入れてほしいですということなんですけど。はい。結構これ、なんとなくこう、ちょいちょい反響あったと言いますか。僕がいつも日曜日のニュース速報ってやつで、いかがお過ごしなんだよ、おまんたちって言うんですけど、あれ入れていった方がいいですかね、あれ。全国の動画さん、こんばんは。深夜の放送部タックです。本日、何月何日ですけども、いかがお過ごしなんだよ、おまんたちって言っておりますって、これ。こう挨拶こっちにした方がいいのかなと思って、ちょっとこれ悩んでるんですよ。固定のね。うん、固定？はい。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 固定？はい。ずっこみんがないよ。いや今の固定のモノマネしてたんだ。あ、今の固定だよ。だから固定になってるみたいな。どこが？って言ってほしかった。似てなさすぎて分からないと。流れで普通分かるとこなんですけど。あ、そうそう、この方ギブスマイルさん。ギブスマイルさんからです。受験生励ましてくれてもいいんやで、5分でいいんやで、受験生の頼み聞いてくれていいんやでということで、そう、受験シーズンですね。ああ、うん、ああ、そっかそっか。年明けてもまだ私立の方とかやりますよね。ラストのとこやね。そうですね、公立はもう終わったのか。まだ終わってない。終わってる。あ、なんか推薦とかあの辺が終わってんじゃない、多分。ああ、なるほどなるほど。じゃあその来年はセンター試験もありますよね、冬。大学行ってないからわかんねえわ。いや、あります。大学のドラゴン桜とか見てたらわかるじゃないですか。確かあれ寒い冬でしたよ。あれセンター試験があるんですよ。いやいや、あ、違うかも。あれ、いや、すいません。え、君受けてないよね。はい、センター試験受けてないのにな、あ、寒い季節なんすよとか、なんかちょっとイラッとしたんやけど。あ、受けてもねえくせにって。だからそのすぐ切れるところとか、まあ中卒っすね。短期なところ、福岡の中卒ですわ。それ中卒でしょ、だって高卒じゃない。あ、高卒、高卒じゃない。え、どこ行ってたんですか。定時制。あ、なるほどなるほど。あ、本当に定時制だったんですか。そうそうそう。あ、そうなんすね。そうそうそう、ね、高校3年生のテストで足し算が出よったもんね。さあ、それごめんなさい、言い方悪いかもしれないですけど、その中学の勉強を6年間したんじゃないですか。それそうそうそう。いや、小学校の。そうか、小学校が何で9年続いたみたいな感じですか。そうそうそう。あ、12年間。はい。他なんか印象的な出来事ありましたか、 YouTube 上で。僕が印象的だなと思ったのは、はい、なんかあの思ったより、はい、TikToker から出てこなかったなと思った。はい、YouTuber、はい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 、逆になんか何か起きたっていうよりも、ね、だからそうですね、確かに TikTok から、うん、いや、わかんない、やってるかもしれないですよ、割と僕目立ってないだけで。だからその おじちゃんの耳に入ってくるほど の、はい、あの勢いのある。ああ、なるほどなるほど、うん、それがなかったってことですね。そう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 。だからあれじゃないですか、一人なんかやめらましたよね、あの初代 TikTok か。あのバーンの人。そうです、ベーンの方です。ベーンの方。ここ やめたの？やめたんじゃないですか、あの子って。最近全然見なくないですか？あ、まあ、見ない。前はすごいこう出てましたけど、うん、今全然いないですよね。うん、あれもすごいいじられたじゃないですか。うん、もう、キモいとか、うん、ね、ナルシストを打つとか。だから今だったらちょっとはこう違ったのかもしれないですね。うん、あの、真新しかったから、やっぱりこう、うん、みんなこう、マイナスから入ったからっていうところはあるかもしれないですね。だって僕も動画を振り返ってみると、ありましたもん。黒歴史製造機アプリって。まあ今も言ってるんですけど、TikTok ひどいみたいな。うん。まあでも、それはこうね、違うよみたいな感じでした。あ、ヒカキンさんがリツイートしたのが大きかったですよね、TikTok。うん。一応出来事としてなんですけど、ヒカキンさんが TikTok うざい広告みたいな感じで、うん、こう公に言ってから TikTok ものすごい流行りだしましたよね。若い中高生みんなやってましたよね。じゃあちょっとその動画も含めてなんですけど、一旦、振り返りいっておきましょうか。じゃあちょっとチンカスさん、ちょっとお願いします。はい、Y のことかい。Y のことかい。チンカスさん、振りをお願いします。じゃあ黒歴史製造アプリ編集総まとめまで。違います違います違います。それも含めです。それも含めでしょ。大丈夫ですか。チンが詰まってないですか。チンが詰まってないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、それではその周辺いきます。どうぞ。注射の方ですか。注射これ普通。皆さんはモテ期って来たことありますか。ないですよね。そうですよね。でご相談なんですけども、最近ものすごく女性からアプローチを受けるのですが、日本って一夫多妻制でしたっけ。今回はイライラしてる人、イライラする予定がない人、不快になりたくない人はね、ご視聴を控えてください。まあ大体皆さんお察しだとは思いますけども、
自慢満水ね。まあ皆さん気になってると思いますんでね、まあ無駄話は一旦置いといてと、何があったのかっていうのをお話ししていきましょう。まずですね、僕と明日の話題さんが両思いになってしまったのは皆さんご存知でしょうか。数滝川クリット、1つ目逆走 YouTuber 現る、9日今年一番暑い夏になったコミックマーケット2018年ナットゥなんですが、名物始発ダッシュを利用して暑すぎる炎上芸を見せる YouTuber が現れました。 YouTuber は登録者1200人程度のボンクラポリタンクという2人組の野郎。投稿された内容は始発ダッシュを逆走するという内容で、途中男性にかなりの勢いで衝突。この動画の投稿に、危険すぎる、悪質すぎる、相手がネイマールだったら地面転げ回ってるぞとセンスのある批判が殺到したということなんですが、ネイマール面白すぎるでしょ。で、あの動画を見たんですが、確かに危ないです。で、わざとやったかっていうことなんですが、こんだけ人がいれば絶対に当たるやんかって思うような内容でした。でですね、このボンクラポリタンクってどっかで聞いたことあるなと思ってたら、なんと4ヶ月前に僕が初めてお仕事で渋谷に行った時に遭遇してました。おいバカポリタンクが、あの渋谷で何かやってるっていうのを見るのが少し夢で、その時にたまたまいたのがこのボンクラだったんですよ。まああの時から僕は絶対やると思ってましたとか言うてみたりね、まあ、少しばかり残念ですが頑張ってください。またお会いしましょう。まずは皆様、登録者、なんとですよ、この純正パンティーをお付けして39,800円、送料はもちろんお前が負担しますよ。助けて、水溜りボンドさん。みーたん、はぁ、皆さんはご存知かなと思うんですけども、破局しました。まあ、今回はその経緯を説明したいなと思います。途中ちょっと情緒が不安定になるかもしれないんですけども、最後まで聞いてください。まあ、問題がその相手なんですよ。まさかですよ、めちゃくちゃ信じてた、歌も作った、まだちょっと現実味がないキャンタ君。まさかね、キャンタ君がね、君がラスボスになると思ってもなかったよ。意識外からの攻撃や、ぬられひょんや、あれ無双印刷や言うとりますけども、なんで浮気したのかっていう話なんですけども、昨日の水溜りボンドさんの動画、明日の怖い話題、これいろんな YouTuber が怖い話をしていくっていうような動画だったんですが、それにまだ俺とは一回も会ったことのないミータンが出演してたんですよ。勝手に。何が明日の怖い話題は見つかりました。もうね、事前告知で嫌な予感ビンビンしてました。その頃ちょうど俺何やってたか。甥っ子と遊んでました。その途中でリスナーさんから取られてますよって連絡受けて、めちゃくちゃショック受けて、甥っ子にスイッチ買っちゃった。甥っ子も急だから、なんかあったのって。あったよクソガキ。嘘だよ。で、見たらこれですよ。誰か俺をナタで刺してくれ。あ、そうだ、ミータン言ってたよね。お岩さんを呼び捨てにすると殺しに来るってね。おいことがありまして、今回破局しました。で、もう一つ。まあ浮気は正直気にしてないんですけど、まあどうせ戻ってくるっていうのがあるんで。でも、キャンタ君、呼ばれてない、声かかってない、一応 DM 見た、何も来てない、わーい、せいせいせい、わーい、素晴らしい、わーい、呼べよ。だから2回目ずっとホラー企画やったなと、 YouTube から怒られるぐらいホラー攻めた。で、ミータをキャスティングしたタッグ TV やめとこ、わーい、ジャパニーズピーポー、どうしてそんなに誘われないんだよ。この夏コラボ一人からも来なかったよ。いいじゃん、坂上スイッチの作り方。坂上スイッチ、あのさ、坂上スイッチ、今さら、坂上スイッチ、ん、坂上スイッチ、坂上スイッチ、お帰りください。はじめまして、ゆうかです、よろしくお願いします。これからは映り込みの YouTuber として。ストップ、映り込み YouTuber って何。イヤホンつけましたよね、いきます。バコンちゃん、ズッコンマちゃん、炎上してもあかん、見たらわかる、炎上するやつやん。この企画まさにドブン。でも捏造するのはもう正直ね、このネタは古いですよと。 OP ハポ。平成の終わる頃、すべてを巻き込み動かした、おおもろ YouTuber シャンが来た。この日を待ちわびた、ハチ公より待っていた、革命もたらしたナポレオン涙目、シャムゲーム、シャムゲーム、浜崎純平シャムが来た、今宵の祭典、それさ、わけ、シャムさん、大規模ヒカキン、祝辞、丸山、穂高が DM した、謎に岡崎体育にハマる、初手安定の配信中止、たま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 、立ってましたら、あることが起きました。ツイッターを開いたら、たくさん DM のメッセージが届いてまして、何事かと思いましたら、YouTuber 雑誌などを取り扱っているクリエイターズチャンネルさんの、好きな男性 YouTuber を教えてくださいというツイートに、ある人がこんな回答を行いました。それがこちら。いや、また調子乗るー。それでは皆さんお聞きください。ニューシングル東海オンエアエンディングで、てっちゃんオンエア。てつや、誰のてつや、俺のてつや、言葉だけじゃわからないものさ、帰り疲れ、眠る頃光くれた男、顔の男さ、てつや、
そんな徹夜あれが徹夜5万といる中でこの俺の名前呼んだそんな男いるのかいこの男さ徹夜操作徹夜横の徹夜俺は何もできないしなのに名前書いた男オレンジ色はあいつ誰だ徹夜操作徹夜昔徹夜米が荒れる害虫の俺を好きと書いた動画毎日見てると一つだけ伝えておきたい愛してる君に恋してるでもここで一つぶちまける。はい、皆さんこんにちは。前回の画像かなり怖かったですよね。キャンタウアクしたはい、というわけで、まあそろそろお時間もいいところですかね。そろそろですね、いい感じなんで、じゃあちょっともうそろそろこれ時間帯年明けるんじゃないですかね、もう少しで。はい、投稿時間によると思うんですけど、これもうそろそろ多分年明けますよ。マジか。明けます明けます。うわー、まあでもこれさ、ここまで見てくれてる人いるのかね。今多分プレミア公開されてると思うんですけど、いるかね。多分もう5分ぐらいのところで飽きてんじゃん。うまい具合練習すっから。うん、なんか本当一緒に年越したいなっていうところで作ってるんですけど、まあまあカウントダウンはできないですけどね、越したかなっていうところぐらいで明けましておめでとうございますって言いましょうか。はい、そうしましょう。じゃあそろそろ、まあ時間も時間なんで、あれいきますか、来年の抱負でございます。来年の抱負いきましょう。じゃあみなしこさんから来年の抱負をお願いします。私はい、こう飛躍にしたいなっていう、あのね、はい、あ、1個あって、はいはいはい、できるだけリアルイベントをやりたいな、はい、あー、なるほどなるほど、いいですね。イベント楽しかったですもんね、前回行った時ね。楽しかった。バンズさんたちとのイベントですね、うん、いや、よかったですね、すごい。バーチャル YouTuber はまだすごい人気だなと思いましたね、うんうん、すごかった。すごいですよ、凄まじいですよ、キャーって。だからもうあれサブカルチャーなんですよ、サブカルチャー、うん、そう、俺言ってないな、その誰が言ってたんだよ、それ。ナスビが言ってたか、うん、そのまま言っちゃったけど。知ったげに言ってたから。あ、言ってないですね。知ったげするとかあるよね、ちょっとあれ。知ったげする。なんか。サブカルチャーなんじゃないですか。アニメっていう文化が変わって VTuber になったんですよ。だからやっぱお金の使い方がとかが違うんですよって言ってましたよ。すっごい。でも本当にだってあのイベントさ、バンズさんのファンの方が多かったって言ってた。そう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 。びっくりしたね。それもそれでなんかちょっと大丈夫か俺って。悲しかった。大丈夫か俺って。そう。あ、でもやっぱそれだけやっぱすごいんだよ。そうそうそう。だからでも分かんないですよ。24日だったんだね。24日だったんで、みんなほら僕のほら僕のリスナーさんってほら全員リア充じゃないですか。一人もいねえだろ。やめろよお前。やめとけよお前。嫌われるぞ。その通りだわ。俺含め全員陰キャだよ。そうだよ。そうそうそう。だから24日だから出たくなかったんでしょ、うん、寒いしっていうことで。だから来年はね、来年ちょっと単独とかでやったいっすね、トークね。なんか単独でトーク、リスナーと交えながらですよ、やりたいっすよね。ああ、なるほどね、うん、やりたいなと思います。はい、じゃあ来年はその目標というかリアルイベントを増やしていきたいということですね、はい、じゃあ次僕ですか。もうないですか、来年のイベント。え、来年のイベント、はい、来年のなんかやりたいことですよ、ないですか。あと、まあ、うん、あの農業のやつかな。ああ、はい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 。あ、じゃあちょっと言っときますかね、別の動画でも言ってるんですけど、うん、あの農業の、うん、一次審査の通過者が決まっておりますと。そうですよね。そうそうそう、はい、でメールの方を送らせていただいてますんで、あのよかったら確認の方よろしくお願いしますということです。いいですね、農業も楽しいですね。どうなっていくのかっていうところなんですけどね、まだ全然分かんないですけど、うまくいってほしいですね。うまくいってほしい、はい、だからあれでしょ、農業始まったら完全にそっち行くから、もうカラフルコネクトやめられるんでしょ。なんでだよ、なんでだよ。死ぬわ。いや、完全に農家になられる。いや、死んじゃうから、そんなのしたら。しないんですか。しないですよ、僕は。え、みんな望んでますよ、それ。はいはい、みんな望むことですよ。僕嫌われてるの。いや、違う違う違う。ここでね、普段とかそういう言い方はしないですけど、僕らもそうなんですけど、これお金でやってないですよね、うん、まあ、今マネージャーがいるんでね、明確なこと言えるんで言うんですけど、お金一切もらってないし。一円もらってねえよ。結構言われてたんですよ、これただ搾取しようとしてるだけなんじゃないかっていう、その YouTuber 始める子たちから、農業から農家の方たちからお金取ってんじゃねえかみたいな疑いがありましたけど、もうこれは断言します、一切お金取ってないです。俺らだってまだ一円ももらってないからね。はい、一切です、ございます。これだけは言いたい。他のこともそうですけど、僕らが基本的にこうバッてやることは面白いと思ってやってますから。儲かるなとか、これは金になるぞと思ってやってないんですから。じゃあちょっと僕になりますけど、来年の目標ですよね。もう来年は
もう100万人行きたいですね。はい、100万人行きたい。ストレートですね。はい、もうこれはもう言ってます。これね、ちょっと YouTube の中が徐々に見え始めたんですけど、一回バーンブレイクするじゃないですか、ドーンって伸びて、したらもう一回ドーン行かないといけないんですよ、これ。そう、一回のドーンの反響って1年で終わるみたいなんですよね、全体的に見たら。で、もう一回何かこう話題を作ってドーンって行かないと、100万人という壁は厚いと思います。はい、なんで来年はね、もう始まってすぐにドーンって行けるようにね、もう今のうちから気合い入れて、もう貯めて頑張ろうかなと思ってます。100万人、頑張ります。はい、頑張ろう。頑張りましょう。で、あとはですね、目標はどうですかね。急上昇1位取りたいな、取れなかったんすよ。そう、今年も3回、3位、4位、5位、6位、5位ずっと行っちゃって、全然1位いけなかったんすよ。もったいないというかね、やっぱ1位にいる人が強すぎだもん。そうですね、ヒカルさんをはじめ。え、でも悔しいんですよ、直木マンションは1位乗るのよ。あー、だって面白いじゃん。なんで俺が面白くないみたいな言い方するお前。だから、そのなんて言うんだろうな、あれってさ、急上昇に乗る仕組みって多分 YouTuber 誰も分かってないんだよ。はいはいはい。でも僕が分かるところで言えたら、多分今あれですよ、これ予想ですよ、別に聞いてるとかじゃないですけど、視聴時間ですよ。だからその動画の視聴時間なんですよ、うん、ってことは、だってだから面白くないから見られてないってことでしょ。いやいや違う違う、そういうことちゃうやん。と初動やん。1時間以内の初動って急上昇って言葉の通りですやん。時間以内に総視聴時間が何分だったかっていう。だからこの動画もしかしたら1位いくかもしれないですよ、こんだけ長くて。ここまで見てくれてる人がいっぱいいたら1位いけますよ、これ。ワンちゃん年末にもう来年の目標言ってたら、今年達成してしまったってこう言ってるかもしれないですよ。なんでお前その顔、ああいうのキョトンとした顔しやがって。いやだから入ってた私も急上昇47位ぐらいだった。下の方。いや、急上昇1位は本当頑張りましょう。ね、頑張りましょう。はい。で、あと来年の目標は特にないですかね。僕はもうないですね、まあ、僕もイベント増やしていきたいからっていう、そのリスナーさんとの交流、あとゲーム実況来年からスタートさせていこうと思ってます。はい、でリスナーとかともやっていきたいなと思ってますんで、よかったらね、できる方ぜひぜひ言ってきてください。また募集します。はい、でまた来年もね、今年と違って新しいことっていうのをたくさん始めていくと思われます。その都度ですね、いろいろ言われると思いますけれども、まあ、僕らは別に儲け目当てでもないし、はい、そのなんか楽しければいいかなっていうふうにやらせていただいてますんで、ぜひこれから皆さんよろしくお願いします。というわけで、もう年も明けるんじゃないですか。あ、で来年ちょっとある方とコラボの約束も入ってます。それをさ言えよ、はい、急に言うね。結構すごい方です。あ、本当ですか。はい、みんな知ってます。全国的に知名度がある方です。安倍さん。いや、するうまい来るか。こんなところ今日はありがとうございます。はい。いえいえ、こちらこそ。いつもね、動画拝見させていただきますけど、結構日本を批判されてる方、何かあるっすいいですね、いいっすね、やってみたいですね。ひろゆきさんとかとも会いたいですよ、僕。ああ、はい、なるほどね。会ってみたいなってなんですけど、まあでも本当に全国的に有名な方とね、もうコラボするかもっていう感じになってますんで、その話も進めていけたらなと思います。はい、じゃあ年明けるんじゃないでしょうか。そろそろ受け立てていきましょう。皆さん、明けましておめでとうございます。はい、4月1日になっておるんじゃないでしょうか。はい、はい、明けたんですよ、もう年が。これ流れる頃に明けてるんですよ、もう。早い1年って。で、誰か言ってたんですよ、しゃべくりメンバーの誰かが言ってたんですけど、1年って早いねって言うけど、もうそういうもんなんじゃないのって。1年ってもうそのぐらいの短さなんじゃないのって。そう、1年って聞くと長いって感じるけど、もう思ったより短いもんなんじゃないかっていう風に言ってました。多分そうだと思います。もう今年終わって、また来年始まれば1年すぐ経ってこういう話してるでしょうし、来年の YouTube もいろいろあると思いますけど、はい、まあ、それなりにね、1日1日を噛みしめて生きろよ、お前。いや、お前だよ。そうですね。じゃあ今年も、今日もね、本当1年ありがとうございました。今年も2019年平成が終わりましたということで、年号も変わってますね。あ、いや、あれ4月から。あ、4月から変わるのか。そうか、最後にちょっと軽く誰かに電話かけてみるか。え、ちょっと出るかな。タニア行く。タニア寝てるんだよ。タニア、いや寝てるってもうお昼になりますよ、もう。そうそう、ちょっと急ですが、タニアさんにかけさせていただきます。出るか、出るかな。忙しかったら申し訳ないな、これ。出ないか。あ、かかってきた、かかってきた。あ、もしもし。あ、お疲れ様です。あのですね、ただいま、ちょっと動画を回しておりまして、
年末用の動画でして、もうこの動画が流れる頃には年が明けてるわけなんですけども、ああ、なるほど。ちょっと一足先なんですが、新年のご挨拶といたしまして、明けましておめでとうございます。ああ、明けましておめでとうございます。来年もよろしくお願いします。いや、すいませんね、こんな忙しいとこに、谷庵さん。いや、全然、全然です。いやいや、ほんと、なんかやられてましたか、年末。今の、エアコンのフィルターを、年末の大掃除で磨いてました。あ、年末の大掃除やられてた。はい。ああ、そうなんですね。生活感バレバレなんですけど、今、ごめんなさいね。そうですね、できれば、料理作ってたとかが良かったかもしれないですね。あ、もう、ずっと家中掃除してましたね。ああ、そう。じゃあ、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。はい、では失礼します。失礼します。俺が先。いや、俺が先。出てくれる。めっちゃいい。優しい。優しい。本当、本当お兄さんみたいな方ですよ。めっちゃいい方なんですよ、この子。あ、この子です。何様や、ね、何様や、おい、何様や。いい人。いや、いい人ですね。はい、というわけで、じゃあもう時間も時間なんで、そろそろ終わりたいと思います。本当に、まあ、何回も重ねてになるんですが、去年は一年本当にありがとうございました。ありがとうございました。今年2019年も張り切ってタッグ TV、ガガ攻めていこうかなというふうに思います。はい、はい、じゃあちょっとマネージャーから最後に一言お願いします。来年もよろしくお願いします。小学生みたいなの。お願いします。小学生みたいなこと言いますね。こういう時なんか台本みたいなの作ってよ、ね、いらないでしょ、この最後の一言を言うことって。いや、急にじゃん。君は急に喋れるけど、急にって。いや、地元の先輩。急に。いや、僕急に喋れないからさ。でなんか最後一応お願いしますみたいなあるじゃないですか、タグテレビ。まあちょっとまだ足りないところもありますが、全力でマネジメントしていきますみたいな、なんかそういうのあるじゃない、マネージャーとして。あ、じゃあ それ使っといてよ。なんで使っといてって、なんでお願いしますって言った後に俺がタグテレビマネジメント、おかしいですよ。いや、まあこんな感じですけど、頑張っていきましょう。はい、じゃあそれでは皆さん、良いお年を。